で、ここ行けるようになるわけだ。あ、ちょっと待ってよ。あー、まあいいか。右の方にもしかしてアイテムあるんじゃねって思ったんだよね、今。ちょっと気になっちゃう。ちょっと気になっちゃう。わーっつって。ないわ。ここもしかして帰り用かな？帰りやすくなったよう的なことかな。まあ、それならそれで。いいんだけどさ、あたいは。最重要警戒ドアロックコード、ザビー。ザビー翻訳。三角丸×四角？三角丸×四角。空っぽ！わかったから。これどこで打ち込むんだ？そういえば向こう側まだ行ってねえのか。そうじゃん。せや、きっとあっちにあるんや。重要なものが。あっちにあるんや。わいは、そう踏んどるで。うわー、さよなら。さよなら。なんだ、ただの壁掛けデバッカーか。びっくりさせやがって。お、何か出るのか、もしかして。一応セーブしていくか。回復も大丈夫かな。わー、いるね。ブーンつって。いやー、戦っとくか、一回。ね、ちょっと、かからしいから、戦っておきましょう。連携、高速回転。で、普通に戦う？色とかじゃないよな。アシッド、アルカリ。近くの仲間とケミカルフュージョン。混ぜるな危険。混ぜるな危険やで。へぇ。アルカリに効くものか。中和させればいいのかな。でもな。中和したところで、どうというあれもないしな。叩けば死ぬねん。大概の生き物は叩いたら死ぬねんな。せや。せやで。おっしょけー。あ、ロボコンのレベルが上がった。で、多分さっきのやつを、ハッチオープン。ん？あ、ここ？降りて、で、最重要うんちゃらかんちゃらどこに打ち込むんだ？もうまた出た。また出たねんか。アルカリ。もう叩け。うわー、なんだなんだ。アルカリが効きます。アルカリが効きますよ、体に。弱酸性の体にアルカリが効きます。で、なんだ、ここ。もう、あれか、ロボットがくっついてたところっていうか、ロボットの、ホームね。ルンバでいう充電するところね。あそこは入り口とかじゃないかな。ちょっと回復する？ちょっと警戒して、回復しちゃおっかな。だってね、なんか出そうじゃない？そろそろなんか出そうだなーみたいな。そういう感じするなーみたいなみたいなー。あれ？ん？あ、こっちか。こっちで、こっちで？あー、セキュリティがあって、解除しないといけないんだよね。チタンベスト。ちょっと待ってね。取った装備はその場でね、つけないとちょっと気が済まないみたいな。あ、着てるんだ、ロボコンは。ロボコンは着てるんだね。いいね。どんどん強くなるな。どんどん強くなりますよね。チタンベスト。健康器具みたいだね。で、これは？ハンマーアーム。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これも、つけたいなーって思って。
ハンマーアーム、よし、いいね。これでもう勝てちゃうね。何が出てきてもね。ロボコンよろしく、やってくれ。あ、なんか出てきそう。あれ、しまった。パワーシステムオールパワーダウン、防護ビームの出力をすべてオフしました。ほう、うわぁ、出たなぁ、めっちゃ出たなぁ。あー、 MP がねえかも。大丈夫かな。ロボコンもともと MP 少ないの、もしかして。あー、頑張れ。でもあんまりこれ効かないんだよね。もはや順番にやっていくとか、普通に個人の各々の必殺技使った方が効くんじゃないか説までありますよね。かまいたち、普通に戦う。あ、てか、一直線上だったんだ、今。いいね。近くの仲間とオッケー、ミカルヘアじゃん。強いなぁ。で、回転レーザー。めぇ、そんなことができんの？おー、効かねぇ。びっくりするほど効かないんです、これが。いやー、効かないなー。普通にやっちゃう、ちょっとあれかなー。きついかなー。わかったよ。かまいたち。普通にじゃあ戦う。効かないなー。でももう死ぬでしょ。もう、まだか。まだダメか。よいしょー。オッケー。オッケー。小技ポイント。レベルアップ。回復した方がいいかな。まあいいや。強い敵が出てきたらすぐに回転オーラとか使いましょう。アップ、ダウン、キャンセル。ダウン？登ったらどこに出るんだ？でも最重要なものって下にありそうだよね。こっち何かある？こっちが先に気になっちゃうなぁ。お？あー、ここか。繋がってたのね。なるほど、なるほど。で、ここが、重要なのかな？あ、ここじゃん？プラズマガン。これはルッカちゃんか。ここで、ドアロックシステムザビー作動中、パスコードを入力してください。ピンポン。三角、丸、バツ、四角。お。お？開くんけ。開いたんけ。で、お？なんか適当に押しちゃったけど、大丈夫かな？何か来るのかな？なになに？急いで逃げる？急いで逃げる系？非常事態でセキュリティシステムが暴走しています。脱出しなくては。脱出系だ！逃げろ！脱出系だ！逃げろ！うわー！ズザー！危ない！あ！ロボコン！早く！今のうちに！うわー！ロボコン！やるじゃん！大丈夫？おー！ギリチョンだね。おお、やる。で、これで上がればいいのかな。あ、そっか、作動不能だから、こっちにはしごがあるんだ。こっち非常階段だったんだね。でもエレベーターが使えないってことは、これも使えないんでしょ。あおーん、登れるところあったかな。こう来て、あれ、なんかいっぱいいる。なんだ？お、おー、みんな仲間です。R60 は、R67 は、R69 は生きていたのか、よかった。やばそう。敵対してきそう。あ！何を。欠陥品め、お前など仲間ではない。ドラえもん。これドラえもんパターンじゃん。はぁ、
そういえばロボコンって今思ったら、なんかいたな、ロボコンって。ダサいとか言ってたな。欠陥品。そうだ、欠陥品だ。ロボコンってあの赤いネジみたいなついた、ネジ巻きみたいなついたやつでもいるな。欠陥品。私は欠陥品。メンヘラになっちゃった。我々の任務を忘れたのか。この工場に不法侵入する者を抹殺するのだ。不法じゃないもん。私はそんなことをするために作られたと？それも忘れてたのか。消えろ、我々の辛い汚しめ。語彙力がある。ああ、リンチ。リンチされてる。ロボコン、黒のロボコンが。助けましょう。やめるんだ、いて。いや、やめてください。このロボット私の兄弟です。ロボコン、そんな。はあ。やめてください。やめて。ああ。ロボコーン。今動かせるんだ。なんかないか。なんかないか。ないわ。熱い。え？え、何？あ、どうすんだよ、それ。まさか？あー、ボスシュートです。ボスシュートされた。ロボコーン。ロボコーン！引き続き侵入者を処分する。ふざけないで！絶対許さないから！マールちゃん。表情が豊かだね、マールちゃんは。しかし、この二人か。きついな。回転切り。ルッカちゃんだったらあれが使えたんだけど。どうしよう、マールちゃん。回復だな、マールちゃんは。あ、ていうかあれがね、MP がね、MP がないですね、これ。黒のアイテムで、エーテルだな。アイテム、エーテル、黒の、仕方ないな、これは。で、マールちゃん、オーラを自分にして、危ない。いけるか？いけるよね。あー、もう、6体もいるからな。いや、大丈夫。でも、そんなに強いわけじゃないからな。もう、めっちゃ走ってきて殴るな。うおー、おりゃー。その走ってきた勢いを殺して殴るもんな、こいつら。回転切りして。そんなに強くないと思うけど、よしよし。やっぱりね。まーるちゃんは、オーラして、回転切り。あ、間違えた。下の二人だけになってた。もう、まあいいや。どっちにしたって。うわー、なになに？バレーボール始まった。いてー！二人に聞くのか、それで。お前らは、どっちにしたってもう三人だけだ。避けてー、まるちゃん。ラブコメが始まりそう。ドン、キャッ！つって押し倒しちゃうやつね。キャッ！ごめん近かったよね。ごめん。ごめん。回転切りで、オーラ。で、下の2体も倒れるから、お？うわー、なになに？爆発しやがった。あいつ、一匹だけ残ったからって。自爆ってわけじゃないんだ。ただ爆発したんだ、あいつ。あいたー。爆発してもなお生きてられるのチートじゃない？よし、オッケー。やったぜ。うわー、ロボコンにこの経験値を分け与えてあげたかったな。ロボコーン！引っかかってるわ？本当？あ、それ上に行く感じ。バーン、どうしよう、ロボコーンが死んじゃうよー。かわいいね、マールちゃん。黒の体格ルッカーのところへ運ぼうよ。あ、運んだ？運んでそう。あ、運んでる。運んでいるね。あんなにでかかったか？運んだな。
非常電源入ったのかなっていうか、あそこの電源を落としたからこっちに電源が入った。修復できそうですか。喋ってる。あんまり喋っちゃダメ。そうなんだ。あなた方はこの世界を変えるというのですか。そうだぜ。私たちの力でどこまでできるかわからないけどね。マールちゃんどうなってる？ダメージ与えられたあれになってるけど寝てるのか。ところでロボコンは治ったら何がしたい？私のしたいこと？そうよ。長い間こんなところで故障してたんだもの。やりたいことがいっぱいあるはずでしょ？そうかな。まあそうか。そうなのかな。私にそんなことを聞いたのはあなたが初めてです、ルッカ。あ、ロボットと人間の恋始まりそう。始まっちゃいそうだ。5年後。おはようございます。ロボコン、よかった、元気になって。ご苦労様、ルッカ。ちょーっとばかり、大手術だったけどね。クイ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 。メガネクイクイクイ。ルッカ、私にもしたいことができました。あなた方と一緒に行くことです。仲間になるの？え、本当に？私も見届けてみたいのです。あなた方のすることが、人間を、いえ、この星の命をどこへ導いていくのか。うんうん。行きましょう。あの先にゲートがあるわ。これ、ルッカちゃんのセリフだった。ねえ。あ、ほんとだ。さあ、行こうよ。わーい。ラミパス、ラミパス。ルルルルルー。わー。これで、どこに戻るんだろう。場所が、どの辺だったんだろうな。ん？あれ？おや？ここどこ？ここは？ん？なんか現代風だな。へえ。え？なんか割かし最近の方というか新しめの方じゃない？こんにちは。おや、またお客さんだ。てか時空の狭間的なところか。客人って、あのここは？ここは時の最果て。時間の迷い子が行き着くところさ。お前さんたちどっから来なすった？私たちは王国歴千年から来たんです。私は AD2300 年の世界からゲートで。違う時間を生きる者が4人以上で時空の歪みに入ると次元の、次元の、次元の力場？力場？がねじれてしまう。ジバーとかじゃないんだ。力場？しかしこのところ時空の歪みが多くてな。お前さんたちのようにフライとここへ現れる者もいる。4人以上とかあれだね。スネ夫みたいだね。悪いな、のび太。何かが時間全体に影響を及ぼしているのかもしれんな。ってことは、誰か一人ここに残った方が安全ってことね。なるほどね。こんなとこで置いてけぼりなの？こんなとこはひどいな。何心配いらんよ。ここは全ての時に通じている。お前さん方が願えばいつでも仲間を呼び出せる。だが時の旅は不安定じゃ。常に3人で行動することじゃ。なるほどね。では誰か残らないとなりませんね。誰が残る？誰が残るよ。黒野は残れないんだね。誰と誰を入れ替えるか。どうしよっかな。女の子3人で旅してーなーと思ったんだけど、こん中で、だってロボコンが回復技使えるからさ、マールちゃん、いや、でもなー。どうしようかなー。マールちゃんは欲しい。マールちゃんはね、声が一番特徴的だからなんかこう、メリハリがつくんだよね、実況に。ルッカちゃんもでも好きなんだよね。ロボコン。お前一番後輩だから、お前置いてくよ。見届けてみたいのです、言うてな。いきなり置いていかれ、ロボコン。ごめんな。ご用の時はいつでもお呼びください。でもいつでも呼び出せるってことは多分、フィールド上、そう、メニュー画面に入れ替えがあったから、多分それだろう。
ということじゃ。四角ボタンで私を呼び出せばここに残っているものといつでもメンバーチェンジできる。忘れんようにな。メンバーチェンジよね。私たちの時代に戻るにはどうやったらいいの？お前さんたちがやってきた場所に光の柱があるじゃろう。あれはあちこちの次元の歪みと、ここ、時の最果てをつなぐものじゃ。一度通ったことのあるゲートからはいつでもここに来られるじゃろう。光に重なり丸ボタンを押せばゲートに戻れる。じゃが、そこのバケツからつながるゲートには気をつけるんじゃな？なんで？これ？バケツって。なんで？こっちのドアとかなんもないのか。あ、バケツこれか？怖いなぁ。行かなきゃいけないんだろうけど。そうか。これなんだろう。蝶々？かわいいね。かわいいね。おーい。何？おーいなんだよ。おーい、お茶かよ。そうせくこともあるまい。上のドアの向こうにも寄って行ってみなされ。そうなの？お邪魔しみーす。お邪魔しみーす。あ！なんか、なんだっけお前。お前なんだっけ？お前歌ってたやつか？なんだおめえら。俺か、俺スペッキオ。戦の神。こっからいろんな時代の戦見てる。神なんだ。おめえ俺、どう見える？強そう弱そう。こいつあれに見えるんだよね。ドラクエのワタボーに見えるんだよね。ワタボーは、あのドラクエテリーのワンダーランドにおいて最強と言われていたし。まあ強そうかな。そうか、俺の姿、おめえの強さ、おめえが強ければ強そうに、弱ければ弱そうに見える。ほう。ん？おめえら、持ってるな。心の力を。せやで。そうか、表のじじい、それでここに通したか。じじいって言って。おめえらの生まれるずっと昔、魔法で栄えた王国あった。その世界みんな魔法使った。けどその王国、魔力に溺れ滅びた。それから人は魔法を使えなくなった。魔族以外はな。だがおめえら持ってる心の強さを。魔法は心の強さ、力。魔法は天、命、火、水の4つの力で成り立ってる。ツンツン頭のお前は天。このポニーテールのギャルは水の力。やっぱりギャルなんだ。こっちのメガネの姉ちゃんは火の力。姉ちゃんなんだ。てな具合に、魔法だけでなく全てのものはこの4つのバランスで成り立ってる。天、命、まあそうか、火、水、はあはあ、魔法が使いたいと念じながらドアのところから始めて、この部屋の柵に沿って時計回りに3回回る。バターにならないよ、気をつける。ドアのところから柵に沿って、あ、ちょっと添えない。今のダメかな。ゆっくりで、ゆっくりでいいんだよね、多分。一回離れちゃったからダメ？ここちょっとへこむんだけどダメ？使いたーい！魔法を使いたいー！やったよ。ズルダメ！俺ちゃんと見てる。もう一回やり直し。ドアのところから柵に沿って。もう、だって離れちゃ、いくよ、ドアのところから。だって離れちゃうんだもん。じゃ、ゆっくりやればいいのね。ゆっくりやれば。はい。1、2、3。はい、やったよ。やりました。よーし。はにゃはら減ったみたーい。なんて？お！力が、みなぎってくる。クロノが魔法を使えるようになった。やったぜ。魔法使いになっちゃったね、クロノくん。とうとう。とうとうなっちゃったね。わぁ、燃えとるで。燃えとるで。そっか。自分の属性に沿ってだ。試してみるか？試す。ふふ、ワクワク。やっぱり？やっぱりあなた戦うんだ。スペッキオ。サンダー。めっちゃ強いじゃん。ちょっと待ってよ。神めっちゃ強い。さすが神だぜ。いやー。もう、試させてくれないじゃん。ファイヤー。
でもいいですね、これ。いやー、これ多分倒せないんだろうな。これ多分倒せないんですよね、と思います。天ってサンダーなんだな。そして、あ、殺された。殺されました。なるほどね。ゲームオーバーかな。ふんふんふん、俺の勝ち。新しい仲間できたら連れてくる。おめえら面白い。わかった。こんなんひどいよ。マールちゃん試せてないじゃん。おーい、んだよ、んだよ。ほ、やはりな。はるか昔の人々はみなそういった力を持っていたもんじゃ。そ、はるか昔な。お前さんたち何かとてつもないことをやらかそうというみたいじゃが、まずはお前さんたちの時代に戻ってみてはどうかな。急がば回れ。ここにいるとそんな言葉の意味もよくわかってくるものじゃ。何かあったらいつでも来なさい。私がお前さんたちの時間の道知ればいいなってやろう。なるほどね。メイってどういう技なんだろうね。なんか地面系かな。へえ。じゃあ戻りますか。こっからね。はーい。戻ります。